ドミオンやる前にあのマイクロオフィスっていう自分のオフィスをクラブに改良したフロアを作ったわけですよ。でそれを作った理由っていうのが当時 SNS が台頭してきて、あの、まあ、もちろんまだ Facebook とかあの Twitter とかってトレンドになってなかったので、当時 Mixi だったんですよね、 SNS といえば。でそこでのなんていうのかな、こうマイミク同士っていうフレンドシップがすごく希薄に見えて、でもうちょっと身体的距離を持ったコミュニケーションの復権を目指し、マイクロオフィスというフロアを作ったんですけど、そこのフロアっていうのがあのかなりアンダーグラウンドなオフィスビルにある地下にあった自分のオフィスを改良したので、相当アンダーグラウンドなアヘン窟になり下がろうとしていたから、ここは一回解体して、そのアンダーグラウンドから世界の側に向けて発信するあのフロアが作れないかっていうことで、これはライブストリーミングしかないだろうという発想でもってあそこは作ったんですけど、大学であの教鞭を取ってまして、そこでやってる授業っていうのが京都造形芸術大学なので、東京から通うのが大変だから、だからライブストリーミングを使った番組配信の授業を8年間もやってたんですよね。でそのノウハウと、アンダーグラウンドのフロアだったマイクロオフィスの概念を合体させて、地下フロアで行われてる四季肉林を世界の側に移すっていうコンセプトで作ったのがドミューンなんですよね。でそれを時と同じくしてソーシャルメディアの時代がやってきて、ソーシャルストリーミング、そしてライブストリーミングっていうテクノロジーが広く大衆化されつつあった時に、僕の発想とぴったりリンクしたって感じですかね。僕たちが始めた2年半前っていうのはまだあのユーストリームアジアもできてなかった頃だったんですよね。設立以前にあの多分日本で最初のあのユーストリームを使ったライブストリーミングのスタジオを作ったんだと思うんです。そういう自負はあるんですけど、インターネットを通じて動画のテクノロジーで映像を共有できるようになった時代から現在ってやっぱり2年半経って、そのテクノロジー自体がもうすでにそこまで斬新なものではなくなって、全員に対して共有できるあのテクノロジーの遺産として形作られたと思うんですけど、3つの現場をどう捉えるかってことだと思うんですよ。で1つはスタジオっていう、さっきから話してる身体的な距離を持ったオーディエンスを呼んでそのことを配信している現場 でもう1つはそうですね、それぞれのビューアーがその僕たちの配信を見てる環境が第2の現場で、その環境っていうのは他者とは共有できないわけですよ。何が共有できないかって言ったら、その人が例えばベッドルームで一人で見ている可能性だってあるし、そうじゃなくて友達と一緒にパブリックビューイングしている可能性だってある。でそれはやっぱり第2の現場がそこにはあるんですよね。で第3の現場って何かって言ったら、やっぱそれがタイムラインなんですよね。でタイムラインっていうのはその第1の現場にいる人と第2の現場にいる人が活字でエネルギーが循環している現場だと思うので、だからその3つの現場のヒエラルキー構造って成立しないと思うんですよね。どの現場も愛おしく今を共有しながら消費して拡散している現場だと思うんですよ。でその3つの現場をどう捉えるかっていうことが重要な課題になっているのが現在なんだと思うんですよね。それで今度はタワーレコードさんと一緒にコラボレーションする360度エンターテインメントショップタワレコドミューンってプロジェクトがあるんですけど、そこではその3つの現場のことを新たな実験として再認識したいなと思ってます。で360度って振り返っても上を向いても下を向いてもエンターテインメントであるべきってことなんだと思うんですけど、僕らが、考えているのはまずはやっぱりドミューンってライブストリーミングのスタジオとして確立していて、プログラムっていうのはきちんと演出はもちろんないんですけど、生の現場なので、でもやっぱりきちんとブッキングして自分たちで意思で持って、登場人物の表現を広く世界中の人に知ってもらおうっていう欲求のもとにやっているんですけど、それはやっぱりドミューンっていう一つの共同体のセンスによって成り立っているので、前の段階で選んでるわけなんですよね、登場される人とかプログラムを。でも、その360度エンターテインメントショップで何をやるかって言ったら、型にはまったプログラムじゃなくてもっとフリースタイルのプログラムを組み立てられないかっていうことと、ドミューンがその同時で配信している他社の番組と
どういう形で、ビューアーを競い合ってたかって言ったら、やっぱりドメインのビューアーをフクロウとか、柴犬の定点カメラの配信が勝ってしまうわけですよ。でそこをどう捉えればいいのかって問題だったんですよね。で何かって言ったら、やっぱりその実験と偶発的事故をどう味方につけるかって意味だと思うんですよ。で例えばなぜフクロウの配信があそこまで世界中の、ビューアーを魅了したのかって言ったら、一体フクロウはどういう生態を持って生活していて、さらにそこで巻き起こる事件っていうのを全く予測つかないわけですね。で一番ビューアーが伸びた瞬間っていうのは、フクロウは子供を産んだ瞬間なんですよ。でフクロウは子供を産んで、そのフクロウが今後どういう形で成長していくのかっていうのを見届けたい里親的な欲求がビューアーの中に芽生えてきたんだと思うんですよね。でそれで見続けていて、結局何も起こらなかったんですけど、もしかしたら餌不足で死ぬ可能性だってあるし、まさにフクロウは取られてるってことを認識していなかったからこそ、そのドラマティックなドキュメンタリーが成り立っていたんだと思うんですよね。でそこで取られてるってことを認識し始めたら、また別の意識がそこに生まれてくると。でそのタワーレコードで何がやりたいかって言ったら、まさにそのフクロウとか柴犬のケージに仕込まれたカメラをやりたいわけですね。でそれは何かって言ったら、各フロアに定点カメラを置いて、でそこで、番組をやりたい人が勝手にどんどん自主的に番組をやっていくっていう、全フロア配信スタジオ的な発想でもって、番組作りをやっていこうっていうのが一つ。これは何かというと、物売りの原点なんですよね。工場と実演によって成り立っている。で工場っていうのは、物を解説してどれだけいいのかっていうセールスポイントを語っていくって行為ですね。で実演っていうのは何かって言ったら、その商品をどういう形で利用できるのか、どういうふうに美しくその商品が現実に機能するのかっていうことを見せていくって行為だと思うんですよね。でその2つをうまく使っていた例っていうのは、例えばガマの油売りだったり、バナナのたたき売りだったり、あとはあれですよね、デパ地下の、試食コーナーだったり。でそんな形で、アーティスト本人が出てきて実演をする、イコール演奏するって行為だったり、例えば洋楽だったら A&R の人がなぜこのアーティストに魅了されるのかってことを、向上していくっていうフロアになればいいのかなと。で何が重要かって言ったら、やっぱりアーティストとの、やっぱりさっき言った身体的距離を持った交流の場になるわけですね、店舗のフロア自体が。でさらにはそこからソーシャルメディアをどう生かしていくのかって発想なんですけど、その生かし方っていうのは、これはジャパネット高田の進化版だと思うんですよ。現実の、店舗というフロアの中で行われているエンターテインメントを、今度はラップトップの側からビューアーが垣間見ているにもかかわらず、その販売している CD のジャケットがモニターの右角に出てくるわけです。でそれをクリックすることによって、インターネット上で購入できるというわけですね。でそうやってこうパッケージメディア自体を売っていく、物売りの原点に戻りながらも、最大限ソーシャルメディアを使ってハイテクノロジーなものの売り方をするっていう、両ベクトルからの、エンターテインメントを軸にした販売形態みたいなものを、ソーシャルストリーミングを使って演出できないかっていうのが発想です。でそれとは別に、地下1階のライブハウスとカフェからは、今やってるドミューのようにちゃんとカメラも、3カメスイッチングしながら、プログラムっていうスタイルの中で表現を、していく番組作りをしていこうかなと思ってます。そういう形で言語を超越したところでの身体同士のぶつかり合い、エネルギー循環みたいなものを、インターネットのソーシャルメディアの希薄なコミュニケーションじゃないところで再度捉え直したいっていうのは常に考えていますね。その身体的なコミュニケーションをどんな形で進化させられるかってことですよね。そうですね、バスケットボールの試合だって身体的コミュニケーションだし、クラブでダンスすることだって身体的コミュニケーションだし、究極にはセックスだって身体的コミュニケーションなんだと思うんですけど、だからもしかしたら 殺されるかもしれない距離感を保ちながら、にもかかわらず魂の深いところで
意識共有ができるようなコミュニケーションを、打ち出していきたいと思ってますね。はい、でタワレコードはそういう現場になるんじゃないかなと思います。